この奥の独房の中に黒き羽の小さな女の子が閉じ込められてるって話を聞いたことが。なんだと？なんでもそこに入れられてる女の子はお肉屋さんに夜な夜な忍び込んでは大量の動物を盗み出して自分の家まで連れ帰っちゃってたらしいんだ。だけどその程度の盗みなら普通は捕まってその場で殺されて終わりだろうによ。ところがその女の子は捕まった時にお肉屋さんに逆に食ってかかって、動物を殺すのはかわいそうだなんてとんでもないことを言っちゃったらしいんだ。なんだそりゃ。かわいそうって言ったって殺さなきゃ肉なんか食えねえじゃねえか。そいつ相当どっかおかしいんじゃねえのか。どうする、ここの独房の鍵も開けた方がいいのかな。なお嬢ちゃん、人に限らず動物は他の動物の命を奪わなければ生きてはいけない罪深き生き物なんだ。お肉なんか食べなくてもみんなでコーンやブルーベリーなんか食べてればプリカは平気だもん。そりゃ本当はハンバーグなんかも好きなんだけどさ。それよりこいつどうすんだよ。まあ確かにこんなところにガキ一人で置いていくわけにもいかないか。うってやっ、プンプンポッカーン。どプリカ、ガキなんかじゃないもん。ねえお兄ちゃん、ねえねえお兄ちゃん、プリカ、なんだかお兄ちゃんのことが気に入っちゃったから、特別にお兄ちゃんをプリカの奴隷にしてあげるね。これからもずーっとプリカがお兄ちゃんのことを守ってあげるから安心してね。なに色気づいてやがる、この肉泥棒が。いつまでも子供なんか連れて歩けるわけ。あ、グルメッタ十パーン。プリカ子供じゃないもんね、お兄ちゃん。お主泣いておるのか。不慮の事故とはいえお主までお尋ね者にさせてしまったようじゃの。そういうんじゃないんだ、弱虫だった僕があんな風に立ち向かうことができたなんてなんだか嬉しくて、まるで。おい、弱虫って一体誰のことだ。己の正義にかなうことを知りながら実行しないものを弱虫という。恐れを知って、恐れを知って、しかもそれを恐れざる者こそ真の勇者なり。古より伝わる邪教の教えじゃな。それならこういうのもあるぞ。勇気こそ君よ、これこそ男をも女をも最も美しく見せるものなり。お主の見せた勇気こそがその姿を変えさせた真の正体なのかもしれんな。
面白い。どの道俺たちはお尋ね者の脱走犯だ。一人で逃げても追っ手の連中と戦いづらいだけ。しばらくの間はちょいと手を組むしかなさそうだな。この際じいさんに一言だけ言っておくが、他のことはともかく、人のセリフを勝手に奪うな！